ロケット A とロケット B があるとします。ロケット A は速度 V で飛行し、ロケット A からロケット B を速度 W で飛び立つ、とします。まず通常の世界では、ロケット A とロケット B は、光の速度よりも十分に遅い速度で飛ぶ、と仮定します。この条件では、従来の物理学の速度計算により、ロケット B の速度 X は、ロケット A とロケット B の速度の足し算で求まります。すなわち、ロケット B の速度 X は、X イコール V プラス W の式で計算できます。ところが、ロケットの速度がもっと速くなり、光の速度に近づいてくると、従来の速度の足し算の式が使えなくなります。すなわち、ロケット B の速度 X は、分子を V プラス W とすると、分母は、1プラス V かける W 割る C の2乗、という計算になります。式で書くと、図に示した通り、X イコール V プラス W 割ることの、1プラス V かける W 割る C の2乗です。ここで2つのロケット A、B が V イコール C、W イコール C と仮定すると、A、B のどちらも高速 C の時、それぞれのロケット A、B の立場では、速度、時刻はどのように計算すればよいでしょうか。ロケット外部の観測者から見て、ロケット B の速度 X を計算しますと、X イコールカッコ C プラス C カッコ閉じ、割ることの、カッコ、プラス C の2乗割ることの、C の2乗、カッコ閉じ、イコール 2C 割るには、C に等しい、と計算されます。このように、ロケット A、ロケット B の外側にいる、完成形の観測者から見ると、ロケット A から打ち出されるロケット B の速度 X は、速度の足し算が成り立たず、X イコール C です。すなわち、ロケット外側の観測者から見て、ロケット A の速度も、ロケット B の速度も、どちらも、高速度 C に見えます。このように、高速度不変の原理と図の式によれば、お互いにロケットは、相手方が高速度 C に見える。と相手側のロケット速度の計算値が求まります。さてこの時、相手側のロケットの時計の時刻はどう見えますか？アインシュタインさんの思考実験の図を見ると、アインシュタインさんは高速 C で飛びながら、高速 C で離れていく適応を覗き込んでいます。ここで、アインシュタインさんの手鏡には、アインシュタインさんの顔が映って見えているのでしょうか？アインシュタインさんの体は、高速度 C の等速直線運動をしていますが、これはアインシュタインさんが加速していない一定速度 C の乗り物に乗っているようなもので、これは加速のない完成形ですから、アインシュタインさんは自身の相対速度を静止していると感じ、自分の顔から出る光が速度 C で発せられ、手鏡から速度 C の反射光を見るので、手鏡には自分の顔が映って見えます。この時、アインシュタインさんが腕時計をしていたとしたら、腕時計の時刻はどのような進み方をしているのでしょうか。一方、ロケット外側の観測者から見ると状況は異なってきます。ロケット外側の観測者から見ると、アインシュタインさんの体は速度 C で飛行していて、彼の顔から出る光は同じく速度 C であるため、手鏡までアインシュタインさんの顔の光は届かなくなります。すなわち、ロケット外側の観測者から見ると、アインシュタインさんの手鏡には、
彼の顔は映っていないので、この時ロケット外側の観測者からアインシュタインさんの腕時計をと自分の腕時計を比べると、それぞれの腕時計の時刻はどのような進み方をしているのでしょうか。話がやや脱線したので、ここで話題を元に戻します。このように高速度不変の原理一つの式によれば、お互いにロケットは相手方が高速度 C に触れると相手のロケット速度の計算値は出ます。この時相手側のロケットの時計の時刻はどう見えますか。光時計を縦向きに置けば、相手方の光時計は高速で遠ざかり、時刻を刻むことができないように見えます。実際には時間は経過していると仮定しても、永遠に光時計の時刻は進んでいるようには見えません。この状況でも光の進行は続いているはずですから、時間も先へ進んでいるはずです。光時計が縦置きならば、横向きに進む光の線と斜め向きに進む光は同じ長さで、等辺三角形を形成したまま、それぞれの光線の線の距離は伸び続けますが、直角三角形の形にはなれません。このように時刻は進んでいても、光時計の構造原理から時刻経過を観測できません。このため観測される時刻変化はゼロに見えてしまいます。これは定性的な物理現象の説明としては受け入れがたい時間値です。ここにおいて速度のもともとの定義式から考えると、困った問題に続きます。すなわちロケットの速度イコール C が計算されても、時間イコール0ではもともとの速度の定義から、速度イコール距離割る時間の計算においてゼロ除算が起こるので、速度値そのものが計算できなくなるのではないでしょうか。一方ロケットの外側から見ると、ロケット中に横向きに置いた光時計は進行方向に縮んで見えます。速度イコール C では横向きの光時計の長さイコール0の縦線のように極限にまで縮んでしまうので、横向きの光時計の時刻は C イコール0ある C イコール0で、時刻は0に止まったまま時刻を刻めません。このロケットがちょうど高速度 C と等しいという境界条件では、縦方向と横方向の時刻の式の定義ができなくなり、光速度 C 一定の前提条件に対する論理的不具合がここにありそうにも思えます。つまり速度値イコール C が計算できるのに、時間がゼロ除算でも止まらない、よって速度が計算できない、それなのに光速度イコール C が求まっているという論理的矛盾が発生しているように考えられます。これでは何かがおかしいと思いませんか。時間の進み方が光時計を置く方向により変化してしまうので、時計の時刻を計算するには横時間と縦時間の両方への考慮が必要そうです。さて時間の進み方がロケット内では方向により違ってしまうのに、なぜ高速度不変の原理が成り立つと言えるのですか。高速度の均衡では光の進行方向の時間とその垂直方向の時間の変化の仕方に十分に注意して計算する必要があるように思えます。ロケット A が高速ならば光の波長で見えるはずです。するとロケット B が放たれると、その波長はドップラー効果によりより短い波長となった光に変化するのではないですか。